ロバート・ロブ・ベルは、イギリスのプロレーシングドライバー。ベルは、FIAGT 選手権、イギリス GT 選手権、フォーミュラルノー V6 ユーロカップなどのシリーズに、出場しており、シェーン・バンギス・ベルゲンとコームレ・ドガーと共に2016年の、ブランパン GT シリーズ、耐久カップの優勝者として知られている。彼はまた、2001年と2002年のフォーミュラルノー、 UK のウィンターシリーズで優勝している。ベルは2007年と2008年のシーズンにおいてルマンシリーズ GT2 クラスチャンピオンであり、2009年と2011年もシリーズ2位を得ている。2009年にはスパ24時間レースで2位を獲得。2012年以来、ベルはブランパン耐久シリーズのプロカップクラスで、 マクラーレン MP4 から12シートガルフレーシング UK から参戦している。ベルはまたポールミラーレーシングのドライバーとして2011年のベートナ24時間レースの GT クラスで2位を獲得した。彼は2012年のセブリング12時間レースでチームに戻り GT クラスで5位となる。ベルはマクラーレン 720SGT3 でショーンバルフと2019年に イギリス GT 選手権に出場した。ドニントンパークで行われた最終ラウンドで優勝し、GT3 クラスのシリーズ3位につけた。ドニントンパークでのレースをリードする、マクラーレン720サージェントさんのハンドルを握る、ベル。彼の兄弟のマットもレーシングドライバーであり、国際レースで活躍している。FIA 世界耐久選手権、ルマン十四時間レースセブリング十二時間レース。 FIAGT 選手権 FIAGT シリーズスパフランコルシャン24時間レースバサースと12時間レース。ありがとうございます。